いや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 、はい、今月って木曜日5回あるのね、うん、そうですね、はい、そういえばもうこのロックオンミュージックも5回目にして、うん、はい、はい、ネタが尽きたんですか。ネタが尽きたというよりも人減りましたよね急に先週から比べたら半分以下になりましたからね。だいぶ減りましたねこれ今日はこういう3人で頑張っていきますんで、はい、最後までゆっくりお楽しみください。はい、いや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 、はい、はい、今夜はドラムのあかり先輩と、はい、サックス吹きの、はい、ジョジョがお送りしますよ。はい、今日は3人でやりますので、はいはい、なんかジョジョなんか話したいことがあるよみたいな、なんかさっき言ってたじゃないですか。いや、あのですね、できるだけ早くかいつまんで喋りたいんですけども。あ、いいですよ、ゆっくりで焦らないでください。まあ、人間の脳は3割ぐらいしか実は使われてないっていう話なんですけど音楽情報番組で脳から来ますか。いいじゃないですか、でもそういう話ありますよね、うん、はい、聞いたことある。で、それをなんかこの1週間ちょっと実感することがありまして、うんうん、先週の放送終わった後、うん、で僕はもう毎日日々を過ごす中でですね、うん、歩いてると無意識ですよ、何も考えない時に歩いてたらずっと天気プレコライターが流れるんです。あ先週流したそう天ぷらこと天ぷらこと天気プレコライター、プレコライターが言葉はいらないでしょ。それ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 やればできるでしょ、うん、それを無意識何も考えてない時にふと流れてくるんですね、うん、あ天気プレコライターだと思って、うん、ちゃんとメロディーを思い出そうと思ったら思い出せないんですよ意識を向けた瞬間無意識な時になるとまた流れてくるんですよ。この使われてない7割のところに収納されて意識しない時は出てくるんだけど意識すると忘れてしまうっていうね。面白いこんなにサックス のメロディーとか、ね、自然にバッと発せることができるジョジョでも で、ね、頭で鳴ってるか、は、す、い、かな BGM のメロディーが出せない分かんなくなるんですよね。そんな曲あるかな。やればできるって歌えないんですよ僕歌おうと思ったら歌えてなかったですね今。そうでも何も考えてない時はちゃんとメロディーが流れてるんですよ。そう。おという1週間でした。なるほど。でもなんか曲が回ることってあるよね。ありますよね。でもこんなやって自分が歌えないみたいなの俺ないかもしれない。全部覚えてるってことですか。例えばだからユニオンですからみたいなのがずっと回ったりとか。うんうん、だからなんか流れてるけど自分で言おうとしたら言えないみたいなのってあんまなくないですか。あります。自分で言えないのは出てこない気がしますけど、ね、でもなんとなく張り付いてるんだよね、うん、そう7割に収納されるとそうなるよと、うん、そういうことなのかなと思ったちょっとこれ聞いてる人でなんか私も分かるよって人はぜひぜひメッセージください。ちょっと仲間が欲しいです ね、 ね、はい、一人つちなりのロックオンミュージック。この番組は沖縄インディーズの音楽情報や県外からやってくる有名アーティストの音楽情報まで音楽にまつわることは何でも配信していっちゃおうという音楽情報番組です。本日第5回目はなんと新しいコーナーが始まりますよ。イエイイエイ。タイトルは沖縄インディーズラボ。研究所の所長であるハイナさんが来てますんでね、はい、後でちょっと入ってきてもらいますんで、うん、皆さんからのメッセージ待ってます。メールアドレスは797@fmギノワン.comまでお送りください。
件名に一人土なり宛てと添えて送ってください。はい、では、FM ギノワンではニュース、ユーストリームでね、ユーストリーム、新しいユーストリームみたいになりましたね。はい、そう、ユーストリームで映像と音声をネット配信してますよと、はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、ちょっと、そちらの方からチェックしてみてください、はい、あとツイキャスの方でも生配信中ですので、どしどしツイッターでのコメントもお待ちしてます。はい、ありがとうございます。あの来月、はい、11月の27、28、29と、はい、沖縄でイベントがあるんです、うん、スローダイバーズってイベント で、はい、で27日金曜日が、はい、家島にあるバーゼロっていう場所、うん、家島、うん、で28日土曜日がギグショーは那覇、うん、で29日日曜日が宜野湾市にあるプチカフェバー、うん、でその3日間のイベントは何かというと、はい、東京から松仙っていう2人組が来るんです。おうおうおう、ギターの男の子とボーカルの女の子、はい、で僕も前から知ってるアーティストで、うん、で一人土なりも、まあ、今回はこのイベント主催者がぜひ一人で出てほしいということで、うん、家島とプチカフェ 2days をちょっと一緒にやるということで、はい、でぜひぜひこれもう多くの人に来てもらいたい、ね、プラスアルファ、はい、今これラジオ聴いてる人に、はい、松仙はどんな歌を歌ってるのかっていうのをちょっとお届けしたい、うんうん、なりますね、はいはい、本日の1曲目紹介したいと思います。松仙で明日。今は音入ってます。あ、ネット上に流せる音が OK であれば、例えば MC 札田愛野さんが流れてるときは、これはネット上でも流れて OK なんで、そうですよ、マイクが切れてます。あ、なるほど。ただ今これはネット上流しちゃダメな発声の時なので、はい、こういうときは、うんうん、マイクが切れてます。あの、ただユーストリームだけであって、ツイキャスはあのどんな曲が流れてるときでも常にスタジオのマイクはオンになってます。あ、そうか、はい、そうなんですね。マイクの位置を今のうちに調整していただけると、はい、はい、お願いいたします。極力も近く、はい、はい、はい、もう先週割れてたね、塚さんの。え、僕のですか？うん、そっか、君も塚さん思い寄せ塚さん、頭の男の人、はい、いや、僕昨日別先週も別の番組出てたんで、僕かなと思ってマイクねえじゃねえか。いや、先週さん、じゃあそろそろ3分経ちますので、そろそろフェードアウトしていきます。じゃあ曲紹介してその CM に、うん、いきます。お届けしているのは来月末沖縄に来ますんで、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。松仙で明日。
髪型との兼ね合いですか？この方が余裕が できてたから。こまちてパフェなの？はい、残り10秒で CM 始まーす。BGM2 つ流してからマイクのフェード上げていいですか？ BGM？ はい、ジングル。ひとりつしなりのロックミュージック。沖縄インディーズラボは G シェルターコアスタッフのハイナが所長を務める一人研究所、那覇市安里の自由と音楽の箱 G シェルターにて沖縄インディーズを定点観測し考えた研究結果を報告するコーナーです。というわけですよ。ハイナです。そういうわけですか。ヒロシですみたいな。ハイナ所長、はい、日夜研究してますんで、はい、その研究成果を発表する場所をずっと探していたんですよ。はい、ついについに来ましたね。ありがとうございます。楽な普天間FM 議論楽な797メガヘルツ。これどの辺まで聞こえるんですかね。これは浦添牧港まで、僕は南で言えば。なるほど。車で聞けましたけどね。ガネコも入りました。ガネコ入りました。はい、多分基地がこうというわけで、はい、沖縄インディーズラボというわけで研究所としてね、あの、うん、沖縄インディーズのあるアーティストをピックアップして、うん、そのアーティストについてのお話をします、うんうん、はい、だ今までゲストさんに、ね、ミュージシャンの方呼んだりとか、うん、アーティストの方呼んだりしてたんですけど、うん、はい、このコーナーはもうハイナさんが、はい、ハイナ所長が研究した結果を、はい、うん、報告する、まあ、自己紹介ならぬ他己紹介ですよね、うん、そうですそうです、うん、で自己紹介ミュージシャンにしていただく機会だったりとか、あ、放送はよくあるんですけれども、うんうん、僕はちょっと本人にも黙っててほしいぐらいその人たちの話をしたいんですもういいから、あなたたちは、あなたたちの音楽、立ち振る舞い、ライブ、キャリア、それらを見てもう俺が喋るからそれ聞いてくださいといいね、はい、楽しみすぎ。これをやることによって、うん、例えば亡くなった方の研究成果も発表できますので。確かに。もうセグワも呼べる。セグワも呼べますよ。このラジオにセグワも呼べますよ。物理的にはね。そうだね。セグワの批評するための知識っていうのが、まあ、蓄えていかないといけない。そうだね。はい。まあ、いや、今日もセグワ呼んでるんですか？セグワはね、呼べないですね、まだ。セグワとブルースの関係がとかね、ややこしい話をいろいろしたいんですけれども、インターネット上怖い人いっぱいいるんで、はい、ちょっと私のこの、なんですか、観測範囲で、リアリティがあるところで、はい、紹介したいと思います。はい、今日はですね、記念すべき第1回。はい、今日は1回目は MC ゆくだだと MC 愛の。出ましたね。出ましたね。これは最近まあ、那覇市内だったりとか沖縄だけではなく東京だったりとか長野県の、フェスティバルリンゴ音楽祭の出演だったりとか、うん、今まあ注目を集め続けているアーティストなんですけれども、うん、ね、この度ついに CD が出ましてですね、うん、ちょっとこの CD の曲を何曲か聴いていただきながら、うん、この私の研究成果を発表していきたいと思います。ちょっと僕が勝手に書いたプロフィールで紹介しますね。プロフィールって書かれるんですね。はい、僕から見た横顔ということでプロフィールです。なるほど。MC ゆくだだと MC 愛のからなる2人組のユニット、ファッション団体4から派生し、ファッションオーバー琉球から派生し、2013年冬頃結成されたと思われます、うん、サイバーボックスのレギュラーパーティーハッキンで、まあ、人の曲をビートジャックしてラップをするっていうので、うん、華々しくやって、それがだいぶ調子良かったようで、うん、気を良くしたんでしょうね。翌年県内の屈指のトラックメーカー
まあ、名トラックメーカーマッドイエロー氏が突如、うん、ハッピーアイランド、うん、沖縄、はい、FM 沖縄の人気番組、うん、ハッピーアイランドのオープニングテーマ、うん、コスモスっていうあの80年代後期のユニットっぽいんですけど、うん、の曲をチョップして、まあ、ドラムを乗っけたっていうビートを作ってそれで MC ウクダダと MC アイノがラップして、うん、でこれデビューはサウンドクラウド上でした、うん、まあ、音楽 SNS と呼ばれるオランダサービスですね、うんうん、これで突如デビューしてみんなもう本当に近い人たちもびっくりしました、うん、でその後曲のパラデータ無料配布っていう、ですね、曲って CD に入っているデータでじゃなくてバラバラになっている状態っていうのが元データであるんですけど、はい、それを無料配布して、うん、要はボーカルトラック好きなように自分のトラック乗せてねっていうので、あじゃあ俺もやろう俺もやろうって言って、うん、あの歌う歌う人はいろいろいるんですけどビートメーカーにこう曲を提供する、うんうんうん、初音ミク的なことをやってそこでもう1曲だけで結構たくさんのバージョンができたりと、うん、あまあ県内の YOASOBI 界隈が進化しましたと。でその後もコンスタントに新曲をずっと2年近く発表し続けてます。県内だとリエイケメロージャンクさん、東京ナゴム玉木さん、うん、DJ 生長島、あとは有名な豆腐ビーツの彗星の曲を勝手にジャックしてアップしてこうなんていうんですかね、いいね、引っかかるっていうで発見したんです。先に喋ってから曲に行けば、うん、このネットポリスに見つかりづらいみたいな結構悪い方法をいろいろ得たりしながらもあたくさん楽曲を発表しています、うん、で、まあ、今年は先ほど言いましたが東京でのライブとか長野県のフェスの出演とか、うん、県外でもだんだんファンを増やし続けていますというわけ で、うん、で今日まず早速1曲目いきたいんですけれども、この結成してからまだ1年も経ってない時期だったと思うんですけど、この時にハッピーアイランドの曲をまあビートジャック的な、うん、もちろんあのエディットはしてあるんですけどビートジャック的にやったこの7月のバッドアイディアっていう曲がありまして、こちらを最初に聴いていただきたいと思います、うん、MC ウクダダと MC アイノで7月のバッドアイディア。するし外出たくないけど夏なんだし羽外したくなる。理想と矛盾入り混じってる。クーラーの中スマホいじってる。ネットで波の音ジグってる。夏楽しめるスペック持ってる。いや持ってないけど待ってる。サマータイムマジック信じてる。多少のあの子と相性どうでしょう。君と作りたい愛の結晶。ここで思い出作れば優勝。パッチリお目目君の結晶。香水つけすぎかな少々。香水振り向いたらとうとう夢かと思うくらいの状況。イケてる夏の完成でしょう。楽しみたい楽しめない、でもやっぱり夏だしな。どこ行きたい何がしたい、海花火祭りとかさ。楽しみたい楽しめない、でもやっぱり夏だしな。例えば誰と何がしたい、気になる彼とちょっと危険な恋とかさ。ちょっと知り合ったけど盛り上がる。ビーチパーティー行きたくないけど可愛いビキニ本当は着たい。ナイスバディは来年期待。夏を本当は楽しみたい、だけどうまくいかない。大体今からでも遅くない、夏から始めたダイエット。カロリーカット痩せるかやっと。外で走りますか、焼けたくない。ここへ登場日焼け止め。紫外線何パーセントカットしてくれるかが重要だよね。じゃあそれもカットカット。ねえねえ一緒に遊ばない、ナンパな奴らもカットカット。
お届けしたのは MC ゆくだだと MC あいのので7月のバッドアイディアでした。どうですかこの女子目線いや最初ツイッターで自分も誰かのリツイートを見て発見してめっちゃ衝撃的で、あ最初曲から聞いた、あはい、存在は知らなくてツイッターで回ってきたのを見て、ですぐハラヘルズメンバーに送って、うん、お気に入りとフォローしたからすぐ見てくださいって言って送ったぐらいすごい どこがこうグッときました。どこが、あまずこの何でした7月のバッドアイディア、ハッピーアイランドのハッピーアイランドの曲っていうのにこのラップを載せるっていうのと、あと女の子のラップっていうのもあんまり聞かないので、うん、そうすごい面白いな。ローカルではね結構久々だったんですよね、うんうん、ドゥーナッツ以降止まってたんじゃないかな。懐かしい。あそうだ、あの大々的に外に出てやるっていうのは、あのアイドルの方、アイドルを目指してるとか、まあ、モデル事務所の訓練生みたいな子たちがカバーでラップしたりとかっていうのがあったんですけど、なかなかこういう形で出なかったのと、僕はやっぱあのハッピーアイランドで始まってザ沖縄じゃないですか、ハッピーアイランド、うん、MC 滝が、もう MC 滝がグランドマスターじゃないですか。そうね、 MC の中の一番儲かってるの、うん、前で、そのビートに乗せていわゆる沖縄イメージなのに、うん、一発目のラインから日焼けするし外出たくないから、うん、素晴らしい歌詞がで、ここで、沖縄イメージだったりとかいわゆるヒップホップ的なこの外に出て、うん、まあ、ヒップホップ女子フィメールラッパー的なモテるとか私がとかじゃなくて、まず室内からスタートする、うんクーラーの中スマホいじってるとか、うん、すごい現代的だったりっていうのが、うん、すごいハッピーな、うん、あのトラック、あの抜けのいいトラックに合わせて出てくるっていうのが、あの衝撃的でしたね、うん、これが、うん、でちなみにあのプロモーションビデオとかミュージックビデオがこれは、うん、あの YouTube 上に上がっていますんで、うん、皆さんぜひ見てください。そう、ね、メッセージもちょっと来ているので、はい、ちょっと紹介しますね。まずはコヘピッピアットマークコマチテパフェさんからヤーマンです。ヤーマンです、はい、コヘピッピさんはよく知ってるんじゃないですか。ヤーマンです。頻繁に出没している。そして次、三毛猫好きな犬アットマークカリウシエア見習いさんから那覇泊まりまで聞こえますよって、これさっきの、ね、FM 機能はどこまで聞こえてるんですかっていうの、うん、はい、あれですね。じゃあ、あかり先輩、じゃあ次読めそうですか。これですね、次これ、AKB ファンさんか、あ AKB ファンの方から、うん、こんばんはって来てます。こんばんは、ヤマンです。かっこ読んでや、かっこ読んでやお届けした曲はん7月のバッドアイディア、うん、もうこれは、ラジオ上は全くあれなんですけど、うん、今ツイキャス上でちょっといろいろメッセージをね、はい、メッセージを紹介しております。沖縄在住七七さんからも来てますね。 PV も面白いですよねという話。そうなんですよ、面白いんですよ。パワポ風、うん、面白いですよね。パワポ風で、あ皆さんありがとうございますはい、うん、というわけで、今回、7月のバッドアイディアなんですけど、うん、今、ラーメン丸さん、ごまみ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 さんは、ハラヘルズのギターボーカル、ラーメン丸さんことあかり先輩。そうです、あかり先輩が言ったようになんだこれって言ってすぐチェックできるっていうのは、うん、まあ、最近の無料配信曲っていうやつですね、うん、しかも配信形式もダウンロード形式ではなくて、オンラインで聴ける、うん、ストリームで聴けると、うん、この速さっていうのがやっぱり面白いなと思っていて、うん、彼女たちがそのトラックボイスボーカルトラックを無料配布して、うん、2日後に別のトラックメーカーが別のビートを乗せて出すっていうのも、うん、本当にリアルタイムでバンバン進行していく、うん、で、メンバーのロゴマークとかもツイッター上で出てきて、うん、それをカスタムして、朝上がったものが昼には T シャツになってるとか、うん、インターネット的な速度っていうのと、うん、あの彼女たちの、作曲だったりとか、うん、まあ、コミュニケーションツールとしてのツイッターだったりとか、うん、まあ、そういったところのスピード感っていうのがすごく面白かったのと、うん、やっぱり無料っていうところですね。でこの無料に関しては、この後紹介する曲が、マジナルレコレーベル
ていうところから無料配信で出たんですけれども、うん、そのまあ、ネットレーベルと言われる無料配信曲を出しているレーベルでアップされたのもあり、うん、まあ、日本のネットレーベルっていろいろ今あの注目を、まあ、だいぶ前から集めているんですけど、うんうん、これはあのアメリカだったりとかヨーロッパだったりとかもうレーベル自体にファンがついてるんですね。あ、面白いトラックメーカーがここから出てくるみたいな、うん、で MC 宇久田と愛のもここから出て、うん、で僕もインスタグラムで見たんですけど、うん、アメリカの200人ぐらいセントラルよりちょい広いぐらいの箱で、うん、アメリカ人がうわーって熱狂してる箱で宇久田と愛のの曲がかかってくるんですよ、すごい。でこれも無料配信曲がアメリカのでかかっているのをインスタグラムの動画で無料で見るっていう、しかもこの速度感だったりとか、このフリーがつなぐ楽しさみたいなのがあの うまいことこれが乗っかって、ひょっとしたら呼ばれるかもしれないってことでしょ。だから向こうのバーケン多分でも聞いてる方はわけわかってないと思うんですよ。あ、なるほど。あ、まあそうか、かけてる方は少なくともわかってると思うんですけど、聞いてる方はまあトラックの面白さだったりとか、あの日本語がエキゾチックに響いてるっていうところもあるかもしれません。なので必ずしも彼女たちそのものがっていうのは分からないんですけれども、うん、にしてもその空間で鳴ってるっていうのがリアル、ほぼリアルタイムで私たちも見られるっていう、うん、っていう、まあ、インターネットのフォーマットというかインターネット的なインフラに乗っかった音楽として、ここ2年ぐらい沖縄で一番なんていうんですかね、いろんなところで私が見かける範囲ではいろんなところで見えるっていうところは面白いです、うんうん、特にヒップホップのジャンルがね、無料配信自体があのミックステープ文化っていう、うん、自分のアルバムも無料でドンって出すみたいなところもあったりするので、うん、インターネット上にこういう面白い音楽が転がっています。それは沖縄発信の人たちもどんどん出てきていますっていうのが、うん、あ、宇久田大脳を通して分かってきたことですね、うんうん。であと先ほどちょっとあかり先輩からもありましたが、女の子でラップをしてるっていう、うん、ね、これが面白かったの。ガールズバンドはまあ少なからず沖縄にもちょっといましたけ ど、うん、けどラップってなかなか思い浮かばないんですけど、うん、そうですね、ここ最近日本全体で見ると、まあ、もうだいぶ古いんですけどハルカリ以降で、一気にみそ、MC 味噌汁と DJ ご飯か、あかり先輩好き、味噌汁ご飯 どっちが DJ でしたっけ。 DJ 味噌汁と MC ご飯だったりとか、まあ、彼女、宇久田大のも憧れて一緒にやったことあるバクバクドキン、あ、可愛いですよね、はい、あとカリスマ .com とか、まあ、結構激しめのビートに合わせたりして、うん、女の子2人でラップするっていうのがだんだんフォーマットとしてあって、うん、沖縄にもやはり生まれたっていう文脈でも見ることはできると思うんですけど、うん、意識的にちょっと違うなと思うのは、あのどこまで沖縄のこの島カルチャー的なところがあるかっていうのは分からないんですけど、あの全然アイドル的にはならない、うん、なんこの2人が、この2人が、うん、でもう昨今のアイドルブームで考えれば、うん、ね、沖縄発の女の子2人組アイドルラップユニットとかって、うん、すごいこうなんかお金になりそうみたいな商品ができそうみたいな、そういうキャッチーな雰囲気がすごいからね、うん、クオリティとしては本当に、うん、あの2人の声の絡み方だったりとか、うん、ライブもいいんだよね、ライブも、うん、ライブも素晴らしいんですけど、うん、これから意図的になのか恥かさしてるのかわからないんですけど、全然アイドル的な振る舞いにはならないと。アイドル的っていうのはまあ単にお客さんとの関係性で生まれるとこだと思うんですけど、アイドルアイドルして何かを演じるような形で適度な距離感を持つみたいななんですけど、もうステージ上がる前から、上がってる最中から、上がっても終わりから、もうあくまでも友達感覚みたいな、確かにそれが彼女たちのライブの魅力でもあって、アイドル的にならないと。うん、だからいわゆるヒップホップ的ともちょっと違うし、アイドルとも違うし、うんうん、っていうのが説明しづらいんですけど、まあ、日本全体を見渡してみると類例的なアーティストっていうのはいくつか出てきているなっていうのが、うん、まあ、先ほど挙げた味噌汁ご飯だったりとか、うん、バクドキだったりとか、カリスマ .com っていうのがあるので、うんうん、僕と大脳を見て気になった方はその辺もいろいろ面白くなってくるんじゃないでしょうかと、うんうん、はい、であとちょっと彼女たちの魅力の一つに、あのその等身大目線っていうのがあるんですけど、等身大で歌ってお客さんとの距離もすごいフラットというか、友達目線みたいなのが彼女たちの大きな魅力の一つで、この後曲を聴いていくとだんだん分かると思うんですけど、色恋の歌が全然ないんですね。ああそうなのか、
一個サイキックガールっていう曲がなんとなくあるんですけど、うん、ちょっとね息苦しい雰囲気があるんですよ本当かみたいなどういうことですか恋のライバルやっつけるみたいな曲なんですけどなんかねライブ中もちょっとねやりたくなさそうなやらされてる感があるんですかいやもちろん自分たちで全部曲を作っているんですけど、うん、なんか恋する乙女やってみるみたいなので作ったはいいけどやっぱりなんか雰囲気があるんじゃないかとちょっと私は、ね、あの推測しています。なるほど。はい。まあ歌といえばね、あの恋の歌っていうのは一つも大きな定番だと思うんですけど、はいはい、まあ20中盤の女子2人が、うん、なんていうんですか、異常なまでに女の子として、うん、恋の歌っていうのを歌わない、ナンパされるかなとかその程度なんですよ。だから小4ぐらい小学生これ聞いてたら傷つかないか大丈夫ですかピュアなんですよだからご飯おいしいとかいやそうなんだ外出たくないとか素なんだよねそう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 嫌な素じゃないよねなんかねで男がどうこうとか入ってくるとほらもう20中段になると不倫がどうとかいろんなそういうのをシャットアウトしてイエーパーティーみたいなパーティーやろうでそれが逆に聞いてる方としては、うん、あのなんていうんですかね入りやすい、うん、じっくり聞くっていうよりも体を動かしながら聞くだったりとか、うん、日常生活の中もちろんパーティーだったりとか、うん、っていうのがあ歌というよりも本当に、うん、クラブミュージック的な形で聞きやすかったり、うんうん、で単語も飛んでくるよね、うん、なんかこの歌こんなこと歌ってんだってのかな、うん、なんかわかるんだよね、うんっていうのがすごい魅力的に感じますあの小4って言いましたけど、うん、それはすごく魅力的です、うん、あの男子もあの性欲にがんじがらめになってからがおかしくなってくるので小5ぐらいの男子はもう最強なわけですよ体力もあるしちょっと純粋で面白いことばっかり考えきれるしただそういった意味ではすごく音楽をやる上では、うん、あのなんていうんですかね、健全というかいい少女性も残しつつそうですね、うん、少女性そうですね、うん、少女性を残しつつあのすごくチアフルに振る舞えるというか、うんうん、っていうのがいいですで、はい2人ともよく飲みよく喋りますで MC もすごい心地いいですだから変にそう気取らないというか、うん、いうのがあるのでその辺が彼女たちの大きな魅力なんですけれども、うん次の曲行っていいですかね。はい、行きましょう、はい、行きましょう。さっき言った次の曲があの7月のバッティアイディアが最初に出たんですけど、うん、そのしばらく後に出たご飯という曲を聴いていただきます。よく喋るっていうのが前奏でよく喋ります。うん、で、等身大のラップっていうのが分かります。うん、で色声が一切入りません。この3つに注目して聴、いてください。2曲目ですね。MC ゆくだだと MC アイノでご飯。ちょっと映った？あ、バレましたか？ちょっと人いますか？あ、やっぱりね。でもさ、そういう相手はどうなのよ。いやー、ちょっと映ったかな？わかるよ。わかるよ。じゃねえよ。いやいやいや、もう二人ともね、デブじゃちょっと目立ちが開かないからさ。デブって言うんで、ぽっちゃり系だし。あ、そうだ、ぽっちゃり系だね。ぽっちゃり系じゃダメだからさ、ちょっと痩せようよ。痩せたい。でも、ご飯が、ご飯じゃなー。幸せの源だったりあーでも痩せたらもっと可愛くなれる友達あーでもご飯は私の幸せの源だったりあーでも痩せたらもっと可愛くなれる友達食べたい痩せたい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 俺は福田田商店駄菓子屋育ち売ってる菓子は大体食べた売ってる菓子は大体フルだセコヤチョコレートで有名だお菓子で育った英才教育今握るマイボートマイクマック我慢して食べる駄菓子駄菓子菓子恥ずかしいこの肉好きなんで食べたら楽しいの不思議なんで食べたら太るの不思議甘いの食べたからいいの食べたい辛いの食べたら甘いの食べたいそれはエンドレスマイコンビネーションだねエンドレスウェイトレス持ってきてね大きい出さんとあかんでしかし赤いと結ばれない私夏に無理を捨ててダイエット彼に思わず挑みさせるようなボディ目指し痩せるサプリレシピアプリあれもこれも試して挫折してマジで何年目万年ダイエッターでもそろそろ本気だ俺はできる彼は生きてる彼はできるも
ご褒美にお菓子。あーでもご飯は私の幸せの源だったり。あーでも痩せたらもっと可愛くなれる友達。あーでもご飯は私の幸せの源だったり。あーでも痩せたらもっと可愛くなれる友達。あーでもご飯は私の幸せの源だったり。あーでも痩せたらもっと可愛くなれる友達。あーでもご飯は私の幸せの源だったり。お届けしたのは MC ゆくだだと MC アイノーでご飯でした。すいません、あの、はい、痩せればイケてる彼もできるってちょっと色恋っぽいこと言ってましたいやでもなんかねこのあれはないよね、エロティックさというか、うん、なんですかね、大人の香り、うん、対象の男性がぼやっとしてるんでしょうねぼやっとイケてる彼みたいな蜃気楼の中ぐらいのでやっぱりもう食べたい痩せたい、うん、でさっきは楽しみたい楽しめないっていう、うん、相反することの分かるわっていうところで、うんうん、7月のバッドアイデアをやっていた時よりもちょっと等身大に近づいてきてるかなっていう、うん、あの自分の葛藤だったりとか、あとは、まあ、聞いてすぐ分かるのはラップ技術がすごい向上してるんですよ。あ、割と七五調でずっと来ていた、あの、まあ、素人というかラップ始めた時に出てくるいわゆる応援の前に言葉自体が、うん、あのタタ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 、俳句的なとこだったりとか、うん、七五調っていうのが抜けてきて、ビートにより合わせた、うん、あラップになってきてるっていう技術の向上と、うん、歌はもっとどん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 身近になってくっていう、うん、あの変遷が見られるっていうのがこのご飯でした。先ほど話したアメリカの箱でめちゃくちゃ人が踊っていたのもこのトラックですね、うん、なるほど。ナゴム玉木さんのトラックがやっぱりすごく跳ねる、かっこいいよね、跳ねるビートが、うん、素晴らしいです、ね、バックトラックが素晴らしいですね、うんこれ、うん、でこの曲で、まあ、感じたのは先ほどは沖縄のある種の歌われなかった沖縄の風景みたいな、うん、ビーチパーティーに行きたくない女子、うん、暑いから日焼けしたくないから出たくない女子みたいな、うん、っていうのが歌われたのがちょっと普遍的になって沖縄に限らず女子の葛藤みたいなところで、うん、かなり多くの人たちに共感を得るんじゃないかと、うん、あとはまあ歌いやすいですよ ね、うん、そうね、あの意外と女子がコール&レスポンスで自分の心境として一緒にできるっていうのが、うん、あんまり近いのがないんじゃないかなと思って、ね、うん、食べたいって言ってお客さんの女の子たちが痩せたいって言うんですよ。でこれってあんまりないですよね、おそらく、うん、ライブハウスでもあのコール&レスポンスはもちろんありますけど、うん、それが本当に自らの心境として歌われるっていうような形ではないので、うん、これはすごく大きな発明なんじゃないかなと、うん、そうね、本当に女子の気持ちを引き出すための曲として、うん、あの本当に女の子がよくレスポンスをしている姿を見るので、うんうん、あのここに関してはすごいところを見つけたなと、うん、実際ライブハウス行って踊ってたら痩せるだろうしね、これ、うん、ね、でも食べるんでしょうね、帰その分まさに曲通り、そう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 、ちょいちょいつまんで帰りにちゃんと食べるみたいな、今日頑張ったからご褒美っつってね、そう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 、まさにでまた明日歌うんでしょ、これだからそういう女子の可愛さっていうところの表現は、うん、見た目だったりとかナイスバディだったりとか、うん、キレだったりとか、うん、そういうトレーニングされた、まあ、肉体美だったりっていうところとは違う女子の可愛い部分っていうところが非常に、うん、女子にも共感できるし、うん、男子にとっても愛おしいのではないかというのが、うん、研究、うん、ちょっと忘れがちです、うん、研究の成果わかりました。で、次の曲さらにかなり振動を増していて、僕もこのアルバムで改めて聞いて本当にびっくりしたんですけど、ついに、沖縄のある種の女子の心象風景を歌っていた、今日は紹介できなかったんですけど、サイコロ前アメジョにビビる私たちっていう ラインがあるんですね。いわゆる那覇の、旧国営館の向かいのサイコロ前で、アメジョアメリカを好きな女の子たちがなんかすっげえ格好でこう香水プンプンみたいなのをこうそそそっと歩いてる女子たちの歌みたいな、ニッチのニッチって愛おしいですね。そうそう、アメジョの歌でさえそんなないのにさらにそのアウトサイドを行くっていう、
なかなかね、佐世保とか呉とか横須賀とかじゃないと共感を呼べない地域限定アイドルですね。地域限定のこれが米軍基地 この影響下にあるっていう無理やりだまあ、まあ、そういったところで新章、身近な風景を歌ってたんですけど、うん、ついにストーリーテリング的になってきました。うん、何か時系列に沿ったラップをしながら自分たちの心境の変化、景色の変化っていうのが、うん、あの全て込められた曲が、ついに歌われまして、正直私は、パーティーを見る中でもすごく機嫌よくやっているし、歌えるし、女子の共感を呼べたっていうところが到達点だと思っていたんですけれども、実は本当に歌、詩、ポエジーっていうんですかね、っていうのに関して秀でてる2人だったんじゃないかっていうのが垣間見えるほど表現として素晴らしいところに到達したと思います。はい、でこれもこれはフルで聴いていただきたいんですけれども、あの今日ご紹介した曲はすべて、宇多田愛乃の CD You and Y に入ってますが、これいつ発売？ですね、既にもう発売はしてるんですけど、流通がないんですよ。なるほど、ライブハウスでの手売りしかない、手売りしかない、でバーコードもついていないので、本当にうまいことを見つけて、ツイッターでフォローして、若干ストーキング的な、あ、何々例えば那覇の G シェルターには絶対置いてますよみたいなことでもないんだ。置いてないんですよ ね、 あ、そうなんだね。こだわりがあるのかぼーっとしてるのか分かんない紙一重。そう、まあ、でも今ねツイキャスでも あれ来てるんですけどコメント、はい、沖縄在住七七さんがツイッター見てるだけでも面白いので、フォローおすすめですよ。いや本当です、本当ですよ、うん、なるほど。面白い。ツイッター持ってる人はぜひちょっと探してください、はい、2人のコントラストもね基本的に、どっちかはずっとご飯の話ばっかりしてますからやっぱり本物なんだなって、やっぱヒップホップはリアルじゃないといけないなってラッパーになりたい T シャツもインパクトありましたって。あ、かわいいですよ、ね、不思議なデザインセンスを持っていますので、いろいろグッズだったりとかあのフライヤーとかも見てください。火の打ち所さんですかこれ。お、火の打ち所さん、いい話になってきたっていうのをコメントしてくれてます、はい、あの火の打ち所さんの紹介もしたいんですけれどね、これはちょっとまた今まだ研究中なので。あ、いいですね、ちょっと予算がついて。ちなみにこのコーナー、そう、月1回、毎月末の木曜日ということで今考えていますので、皆さん、はい、でその時旬のアーティストというよりも、今回の MC 宇多田と MC 愛乃のように、何か変化がすごい生じていて、今これはチェックするべきじゃないかと思うアーティストを中心に紹介したいと思うので、ちょっと古いというか活動歴が長い、十何年やって大化けしたファニーノイズだったりとか、最近沖縄インディーズで特にこのアーティストの動きがすごいなという、対象について、ご報告したいと思いますので、毎月最終週は、はい、木曜日ね、はい、毎週楽しみにしてください。あ、危なかった、じゃあ1曲聴いていただきましょう。いいですよ別に。大丈夫ですか、はい、大丈夫だよ。で、といった形の、MC 宇多田と MC 愛乃の現時点でのすごい到達点、詩、歌としての到達点だと思います。聞いてください、モーニングドーン。太陽のぼって眩しくてやっと認識する一日のスタート。タイムラインでは夜続けてる人、人それぞれ違う時間軸。おはようってもう昼過ぎ寝過ぎ、時間はあっという間に。だらだらご飯食べながらメールにいいねチェックして、アイスコーヒー決め、音楽聴いて作業、あ、おやつの時間、食べたら眠いやおやすみ。やけに長いな休憩時間、モラトリアム、これが私のリア。毎日仕事に行くことで自分自身減ってないか不安だった。あんなに嫌だった制服も着慣れ、今では何にも感じなくなった。労働と呼ぶにはしんどすぎる、作業と呼ぶには味気なさすぎる。マイク握る健康を願う、あと言う間に時は過ぎてゆく。定時に帰ると決め込み、帰宅ラッシュで道は混み込み、混みとするイベント急いで向かう、慌てて着替えるお揃いの服。何
何もしてないとか思われがち。張りのない生活出せな毎日、こっちはこっちでほんと悩ましい。うるさい周りがほっといて、今は無駄じゃないんだ。あれもこれも私ってほら大器晩成型。社会の荒波、世間の体裁、あれ気にしてるのは誰だっけ。鳴り響く音に誘われ踊り出す、久しぶり。いや君昨日も会ったやつ最高やばいなって。頭の悪そうな風呂でもこれが大事なんだよ。夜に見るのが夢だとしたら、今の光景はまさしくそれ。マイク握り日常潤す、潤された夜はもうすぐ終わる。気づいたら空が知らんでる、目の奥が深く傷んでる。朝を迎える人、昨日の夜のままの人、これで延長戦も終了。ピー待って、お腹空いてる。これ朝ごはん、それとも夜食、どっちか分からず食べて即寝よう。明日も朝寝坊。会社つけば10時お掃除係、耳にまだ残ってる音楽、気がつけばリズムに乗ってる。夢のような夜、夜は幻、思い出し切なくなったり。夜のための昼、昼のための夜、まあいいや、また繰り返す。お届けしたのは MC ゆくだだと MC アイノーでモーニングドーンでした。はい、今日紹介した3曲とも素晴らしいですし、今日紹介できなかった曲も CD にはいい曲いっぱい入ってますので、ぜひチェックしてください。あの本当今のインターネットのインフラだったりとか、沖縄のパンピーな女子のリアリティだったりとか、あのこの今2010何年ぐらいの沖縄のある種の夜遊びの雰囲気みたいなのがすごく反映されてるラップ、うん、歌だと思います。今チェックするのがすごいホットだと思いますので、皆さんぜひチェックしてください。で、1個だけ告知、うん、MC ゆくだと大脳の CD 発売の記念パーティーがあり、はい、お楽しみ会があります、うん、11月7日土曜日、G シェルターにて、はい、来週土曜日ですね、8時から1,000円です、はい、で、お楽しみ会なんでおやつを持ってきてほしいあと始まってすぐビンゴ大会から始まって2人の私物を放出して、その後日の内所さん、黒沼くもすけくん、平成2年組のライブがあります。平成2年組、はい、皆さん一緒なんですか。この辺も平成2年組です。怖いですよ。豆腐ビーツも確か平成2年とかですよ。豆腐ビーツ、そうなんですか。この並びがどうかっていうのはありますけどねいやいやジャンプがありますけどね、はい、はい、以上です。また研究成果がまとまりましたら、あ、月末に伺って皆さんに報告したいと思います、はい、じゃあまた来月よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄インディーズラボでした。土なりのロックオンミュージック、
PM エージェンシーのイベント情報ですよ。はい、はい、MC 宇久田大能さんのお楽しみ会がある同日なんですけれども、11月7日土曜日、宜野湾市ここ近くのカフェユニゾンで森めぐみさんのライブがあります。今回アコースティックライブということでお一人で来てやるらしいのでね、ぜひぜひ PM エージェンシーホームページ詳しくはチェックしてください。さあ続いてこちら、また11月7日土曜日なんですけれども、はい、同日那覇で桜坂セントラルではザ・コレクターズさんが来ますのでね、うん、もう3年ぐらい連続で沖縄来てるんじゃないですかね。もうコレクターズさんも来年30周年すごい。でもう本当にあまたあるバンドマン、ロックバンドの方々からすごく慕われてるバンドなので、うんうん、あの今日うちの担当の人と話してたんですけど、はいはい、やっぱ沖縄のバンドマンにぜひ見てもらいたいと、この長い期間ずっと続けてきてる人たちの、また孝太郎さんのギターがかっこいいですからね、はい、もうぜひぜひ来てください。また詳しくは PM エージェンシーホームページでよろしくお願いします。はい、続きまして、12月の5日土曜日、那覇市民会館大ホールでエブリリトルシングのコンサートあります、うん、はい、あの前回前々回かな、紹介した時に、うん、はい、僕あのボックスセットみたいなの紹介したのが分かります、はいはい、ね、シングル60曲入ってる、はい、コンプリートみたいな、はい、あの新しいアルバムとセットになってる、うん、それがですね、ツタヤの上原店ありました今日、お、うん、4500円、超安いから、安い、今までのシングルが60曲入って4500円ですからね。1枚ずつ集めても 6万、まあまあまあ60万計算して6万本当ですよ、はい、実は上原店さんにも置いてましたんでね、ぜひそれ買ってコンサートに備えてください、はい、そして先週土曜日、いよいよ前売りチケット一般発売始まりましたよ、はい、ザ・バースデー、12月18日金曜日、桜塚坂セントラルに来ますんで、うん、今回のアルバムがね本当に素晴らしいんですよ、うん、これあのまた言いますけど、ツタヤ上原店さんであの、はい、アルバムあるのちゃんと見てきたんでね僕、うんうん、クロマニオンズの隣にザ・バースデーがありましたね。分かってますね、 CD 担当さん。さすが最高のねロックアルバムが2枚並んでましたんで、うん、12月18日金曜日、桜坂セントラルです。まあもろもろ詳しくは PM エージェンシーのホームページに載ってますんで、よろしくお願いします。以上 PM エージェンシーイベント情報でした。一人土なりのロックオンミュージック、いや、いや新コーナー良かったですね。すごい楽しかったです、ね、やっぱハイナ君は頭がいいね。はい、ですね、素晴らしいですね、勉強になります、ね、これも2時間ぐらい聞いてても多分ね、うん、じっくり聞きたいね、飽きない。また来月誰を持ってくるのか、うん、楽しみですね、しておきましょうね。今流れてるのですね、先ほど紹介したんですけど森めぐみさん、はい、あのやっぱりこちら宜野湾市あのカフェユニゾンに来てくれるってこと で、うん、でアコースティックで今回一人でやるっていうことだったんで、うん、今バックで流れてるのは一人でやってる一人バージョンですね、うん、一人でやってるバージョン流れてますんで、ね、うん、ちょっとこれ聞いて、うん、来週のライブに備えてください。メールアドレスは797@fmginowan.com までお待ちしております。一人土なり宛てと書いてくださいね。またハイナクへのメッセージであったり、ね、また来週誰が出るか、うん、まだちょっと言ってないんですけれども、はい、またゲストさんこの後もどんどん続いていきますんでね、毎週、はい、はい、楽しみにしていてください。はい、何か告知ありますか。あ、はい、どうぞどうぞ。じゃあジョジョからいきますね。僕はまたあの今週じゃないね、11月1日の日曜日に、イオンモールハエバルで、ナイスハートバザールに出ます。あ、先週も言ってたやつですね。はい、あと来週ですね、うん、僕単独でちょっと京都に乗り込みます。お、6日、サックス持って、はい、6日に、ライブスタジオ58さんでちょっとやりますので、詳しくはジョジョ情報局へ。ジョジョ情報局はい、じゃああかり先輩、11月7日、うん、土曜日に、ハラヘルズのライブが、那覇のギグ昭和であります。で詳細がちょっとまだわからないのでハラヘルズで、じゃあハラヘルズで検索、ね、11月はあと26日の木曜日にアウトプットの方であります。はい、はいはい、
もうイベントいっぱいですのでね、本当に皆さん、お家にいて、なんか、うわー、なんか嫌だなっていうときは、いろんなライブハウス調べてね、いろんなイベント情報調べて、どんどん外行って、いろんな人とおしゃべりして、元気になっていきましょうよ。はい。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。お届けしている曲は森めぐみさんで、始まりは雨。いいですか。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。